皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もネイバーですね、遊んでいきたいと思います。スキャリーエスケープの、エスケープですかね。さあでは、チャプター3ですね、行ってみましょう。さあチャプター3は、彼女があなたを追うことができないように、今あなたはカメラを消さなければなりません。ニッパーを見つけて電気を遮断してください。なるほどですね。まあ、ニッパーはあれですよね、配線とか切るやつですよね。何ですかね、爪切りみたいな感じの切るタイプですかね。まあ、形はちょっと違いますけど。で、まあ、電線を切ればいいってことですかね。ニッパー見つけ出して。さあ、前回こちらから入れることを学習いたしましたので、まあ、当然こちらから入りますよね。何でしょう、これ。ハンバーガーが落ちてる。ハンバーガーちなみに何ですかね。ダッシュ、スタミナ回復するとかですかね。こうして、T。あ、本当ですね。スタミナ回復しましたね、ちょっと。あ、ダッシュジャンプできるんですね。あ、ここに、館が。なんか今、音がしませんし、気のせいですかね。なんでしょう、これ。ここもいずれ来ることになるんですかね。他にも家ありますからね。あ、ハンバーガーがある。何にもないですね。こっちからは上がれないんですか。まあ、ダッシュが溜まったら、ダッシュは使えますか。おお、何ですかこれ。女神様？じゃあこちらから入りますか。大丈夫ですよね。落とし穴とかないですよね。わあ、2階建て？ 3 階建てですか。さあ問題は、おばあちゃんが、今どこにいるかですよね。まあ、ここから見えるからいいんですけど、前回聞いちゃったんですよね、おばあちゃん。たまたま出くわさなかったのか、わかりませんけど。いや、毎回じゃなくて、毎回同じなんですけど、毎回途中でいきなり広告が入るので、おばあちゃんが現れる怖いんですけど、いきなり表示、画面が切り替わるから。おお、怖い怖い。ちょっと待って。ところで、ニッパーどこですかね。前回結構、お部屋見ましたけど、ニッパーらしきものは、なかったんですけどね。なんか持ってる。いつの間にか。ちょっと、動けない。これ持ってると。ガスボンベですか。ここでちょっとおばあちゃんに出くわすと終了ですからね。上行ってみますか。わあ、おばあちゃんどこ。そしてニッパーはどこでしょう。小さいから分かりづらいんですかね。あと電線がどこか分かんないですよね。ん？なんかいます。今なんか一瞬チラッと何かが動いたような気がしましたけど、変に隠されてはないと思いますけどね。このベッドの下に隠れるんですかね。あ、隠れられますね。グラニーおばあちゃんまさにこの真ん中の丸いカーソルが若干あれですよね。動くから何か動いてるように感じるんですけど、こっからジャンプして逃げたいですね。さあ、探索。なぜかサッカーボールが下の階にも確かありましたよね。おお、チーズ。ここにも隠れられると。おばあちゃんがいない。いないのはいないで怖いんですけど。いませんよね。わ、ニッパーがない。もうドア開けて目の前のが一番怖いですね。ないですね。もしかして屋敷じゃないパターンですか？まあその可能性も考えられなくはないですけど。今回おばあちゃん屋敷にいないとか。うわぁ、上にいないってことは下にいるってことですからね。お、まあ、こんなところじゃないでしょう。まずニッパー探しですか。
お、鍵がある。もう鍵は関係ないですよね。でも今日はセキュリティ関係ないでしょ？そうですよね。鍵はここにあるんですね。どこ、おばあちゃん。怖い。怖い。まだ出会ってないから怖いですね。あ、ここに鍵が。さあ、会場。ん？どこ？ここ？ないですね。え、鍵開けたのに。ここ、違う。いやー、あった！ニッパー。え、で、どこどこ？電線？あ、セキュリティシステム？どこでしたっけ、セキュリティシステム。あ、どこか分かんなくなっちゃった。あ、ここ、ここ。これ？違いますね。監視カメラって言ってましたよね。ここ以外にあるんですか、何か。電線、電線？わかんない。向こう？違いますね。あれ私が開けたやつですね。おばあちゃんどこ？上の階行きますか。さあ、また広告が広告来てびっくりしましたけど、どこですかね、監視カメラがあるところ。ここ、これテレビですよね、監視カメラというか。電線がわからないですね、どこにあるか。そしておばあちゃんはいないと。もう一回見ますか。カメラを消さなければなりませんって書いてますよね。じゃあどっかにカメラがあるってことですよね。さあ、ではちょっとカメラを探しますか。どこにカメラがあるか。そしておばあちゃんはどこにいるのか。いや、ここにいない気が、屋敷にいない気がしますけど。入り口で多分固まってるんじゃないですかね、きっと。ないですよね。今まで遊んでなかったですよね、カメラとか。ちょっと開けますか。怖い。ないですね。お、これベッドに隠れられるってことでしょ。あ、これ？これですね、多分。来ました。あー、それありましたね。チャプター1の時に。あ、来ましたね。ありがとうございます。おばあちゃん、どこにいたんでしょう。それではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。